さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。ということで本日は6月の14日、もう半分終わるのか。なんかこの時期、まあ梅雨になったから雨とかひどいんでしょうか。まあちょっとタイムラグはあるんですけど、相変わらずね、春はあったのかしらっていう感じで急に暑くなっちゃいましたね。まあそんな中、先日インスタのねフォロワーが5万人を突破しまして、本当に皆さんありがとうございます。ありがたいです。インスタライブはいつなんだってみんな言っていると思うんですが、まあ6月の下旬か7月頭かにできたらいいかななんて思っているよ。そしてまあまあ、どの方もそうだとは思いますが、6月に入って、お仕事がね、少しずつ、こう、まあ、テレワークから会社に行くようになったりですとか、で、こう、元の生活に少しずつ戻りつつあるのかなっていうふうに感じるんですが、私たち声優も少しずつ、こう、日常というかお仕事が戻りつつあるので、私も正直言うと最近なんか怒涛のようにいろんな仕事がまた再開されてですね。で、そんな中、まあ、まだお知らせはできないんですが、とある、お仕事をさせていただきまして、改めてこう、ご一緒した、役者さんのお芝居をこう、拝見して、あ、お芝居ってこうだったなって、なんか、こう純粋に楽しんでいるその姿を見て、あ、なんか私も声優としてデビューした最初の時こうだったなって思って感動して収録している最中なんですけど、まあもちろん自分が演じてる時はちゃんと演じてますよ。ただ二人いたんですけど、その場にはなんか見た時に感動して思わず涙してしまうなんていうことがあったんですよ。だからね、この話をまたもっとしたいんで、もうちょっとしたらお話できる機会あると思うんで、楽しみにしていてください。ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ラジオネーム、ニコさんからいただきました。お気に入りのレイングッズは？折りたたみ傘？小原好美の心置きなく。改めまして、小原好美です。いやさ、雨の日って嫌じゃない？まあ雨が全然来なくてずっと晴れが続くのもそれはそれで心配になるんだけど、なんか、今日だっていう時に限って髪型もいい感じって思った日に限って雨だったりねとかするから、ちょっとこう気持ちが沈んだり、あとは靴が好きだったりするから、なんか雨でぐちょぐちょになってしまうとかって思って、雨でも対応できる靴を履いたりとかね。あ、だから靴かな。じゃあ折りたたみ傘も大事ですが、靴も雨の日でも使える靴が大事かななんて思ったりしますよ。ということで、じゃあ普通歌を読んでいきたいと思います。おめでたいメールですよ皆さん。ココネームおたおたあくさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。まずはご報告です。はい、先日第3子となる女の子が誕生しました。おめでとう。その誕生までがとってもドタバタでしたのでメールしてみました。うん。誕生の日は私は仕事、妻は子供二人と家にいました。16時に陣痛が始まったらしく、陣痛の感覚から私の会社には30分後に連絡があり、即帰宅しました。会社は家から車で10分ほどの場所にあります。なので帰宅後に産婦人科に連れて行っても、過去2回の経験から十分間に合うと予想していました。しかし、帰るとそこには、婦人科会と電話しながら生き見逃しする妻がいて、もう生まれると言っていたのです。うん。私が帰宅して8分後、救急車が2台、
家に到着、産婦人科に搬送されました。そしてその救急車の中で出産したそうです。婦人科医もなかなか珍しい出産だったね、救急隊員がとっても上手に受け取ったから赤ちゃんもママも元気だよとにっこり。その後、生まれたての赤ちゃんを見せてもらうと、保育器と、防音ガラス越しでもしっかり泣き声が聞こえる、とっても声の大きな可愛い赤ちゃんが、名前は以来、妻の気まぐれで言い出した、ララです。近い将来、およーって言っちゃうかもですね、という。おめでとうございます、おたおたくさん、奥様も。いやー、素晴らしい。写真をね、送ってくださったんですが。まあ、なんて綺麗な赤ちゃんなんだ。そして、ララちゃん。ララちゃん。はじめまして。そっか、じゃあ。いや、じゃあこの子もね、この地球に誕生して間もないですから、知らないことだらけのこのララちゃんに、スタプリのララと同様、いろんなことを、兄弟の二人含め家族でみんなでいろんなことを教えていってあげてほしいなと思いますね。すごいね、でも。救急車2台。でも、中で、救急車の中で出産。いやー、なかなかないんじゃないかな。私の母も、普通に病院で出産したみたいだから。でも、ね、何よりですよ。奥様とお子さんが無事っていうのは。素敵。なんかすごい幸せな気持ちになりました。じゃあその後のね、ララちゃんの成長などまたご報告聞けるの楽しみにしていますよ。ありがとう。おめでとう。では、続けていきます。ココネーム、イダテンのエクさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。無事にココラジステッカーが届きましたので、ご報告させていただきます。はい。写真のように、コレスのケースに貼りました。それに反応してか、コレスが最近活発に動くようになってます。わら。あれから変わったことはもう一つあります。母がコレスのことを気に入ってくれたのです。コレスの世話をしてくれたり、テプラで名前の部分を作ってくれたりと、コレスを気に入るようになりました。わら。それもココちゃんが素敵な名前をつけてくださったおかげでもあります。本当にありがとうございます。そしてお母さんいつもありがとう。おかげさまでコレスは今日も元気です。ということで。ありがとう。この番組聞いてくださっている方は、わかる方もいれば、まあ、何のことだろうって方もいると思うので、説明すると、以前、ヘラクレスオオカブトの、写真を送ってきてくださって、この方。で、このカブトムシさんの名前をつけてくださいってことで、ヘラクレスのレスと、私が普段つけてる、リップの、お気に入りのリップのから取って、コレスっていう、名前をつけたんですよ。で、よかったら、育てている、箱のところに貼ってねって言ったら、本当に貼って育ててくれているらしくって、で、ココラジステッカーっていうのを最近番組で誕生したんですけど、このステッカー丸い形してて、真ん中が、まあ、もちろんココラジってこう、ロゴは入ってるんだけど、真ん中がこう、真っ白いんですよ。だからそこにコレスって名前を貼ってなんかくれているらしくて、だから嬉しいなぁなんて思いました。伊達のエクさん、大事に育てていてあげてくださいね。ありがとう。ではでは続けて読んでいきます。ココネームモンテスキューさんからいただきました。ありがとう。ココちゃんこんばんは。こんばんは。ココちゃんが出演された、声優と夜遊び拝見しました。 ありがとう。ココちゃんが上坂さんの家にお呼ばれするのももう時間の問題という感じですね。うん。そして上坂さんの小原好みすくみ塚計画は着々と進行しているようですね。無事を祈っております。またスタプリ感謝祭の舞台裏で三河子さんがノリノリだったという
お話、上坂さんがココちゃんのマネージャーさんが面白いとおっしゃっていましたね。以前エイタソがココラジにゲストで来た時、スタプリの現場は、キャストもスタッフもいい人で楽しい現場だったとおっしゃっていましたが、マネージャーさんとも皆さん仲良しだったんですね。興味深いお話も多かったですし、気心の知れた二人の掛け合いはとても楽しく、1時間半があっという間に感じられました。番組内でも言ってましたが、今後プリキュア5人で番組できたらいいですね。期待しています。という。ありがとう。そうなんです。先日小松さんの代打で、MC として、番組の方にお邪魔したんですけれども。まあ、なんだろうな。ゲストじゃなくて、代打 MC ってことだったから、緊張したんですけど、でももう1年以上も、一緒にこう、番組っていうかアニメの方を駆け抜けてったスミペと一緒だったからね、すごい楽しんで、番組1時間半あっという間だったんですけど、まあ見てくださった方がたくさんいらっしゃって非常に嬉しかったです。あとなんか一番、その番組の最後で一番最後に語られてた紺色と白どっちが好きですかっていうのはすくみずの色のことだったんだね。わかんなくてとっさに紺って言ったから紺色の水着を用意しているらしいよ、すみべ。まあね、そのすくみずを着れたとしても、多分、いや絶対公にすることはないので、多分すみべの携帯のフォルダーに保管されるのかな。ちょっとダイエットをしなきゃいけないから、そしてちょっと恥ずかしいから、一人だと不安だから、みんなをってか、スタプリメンバーを引き連れてスミペの家に行こうかな。誰かが守ってくれる気がする。誰だろうな、キヨさんかな。キヨさんだったら守ってくれるかな。エタスは多分なんか爆笑して一緒に写真撮りそうだし、小松さんもなんか喜んで、なんか私も着るとか言ってスミペのクローゼットからなんかお洋服をこう漁るような、そんなイメージ。そう、スタプリってそういうメンツなんだよ。あとはここにも書いてあるけど、そう、スタッフさんもすごくね、仲が良くて、マネージャーさん同士もすごく仲良くて、そうそうそう、だからなんか時には私たち役者よりもスタッフさんの方がうるさいっていう時もよくあったからね。なんかそんなチームで1年間やってきたからこその、賑やかな作品になったのかななんて思いますよ。また、まあ、スタプリは、物語は、もう無事完結していますが、またね、5人揃うことがあったら、ここでまたお話ししたいと思いますよ。ありがとうございます。では、続けて読んでいきます。ココネーム、かぐやさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。とある15話拝見しました。ありがとうございます。ドリーと再会した光沢みとりと食宝美咲の最後のシーンでは、過去のエピソード相まって3人が泣いている姿には思わず目頭が熱くなってしまいました。アニメイトタイムズのインタビューで光沢みとりを演じる、富田美優ちゃんが、この話数の収録でやっと会えたと嬉しくなりましたとおっしゃっていましたが、アフレコ時にはどんなお話をされたのでしょうか。またドリーを演じるにあたって心がけたことなどがあれば話せる範囲で聞かせてくれると嬉しいです。ありがとうございます。そうなんです、とあるの作品に私ドリーっていう女の子で出演させていただいたんですけれども、まあインタビューでもお話させていただいたんですが、まあね、長く続くこの人気作品に私もドリーとしてこう参加できるっていうお話をいただいて非常に嬉しくって、あとはまだアフレコする前にスタッフ、事務所のスタッフの方からお話いただいたからびっくりして、でそれと同時にね、なんかやっぱプレッシャーもあったんですよ、最初。で、まあ、ドリーのその、なんだろう、設定というか、性格というか、いろんなものをこう、設定資料というか拝見していった時に、まあなんか、ただ楽しいとかっていうだけの、可愛いっていうだけの気持ちじゃ多分演じるのは難しいなと思って、だからまずはこの作品がどういったものかっていうのを、やっぱり最初の方からどんどんこう振り返っていってっていうところから始めたんですけど、まあ物語が深くて、なん
か、よりこうドリーを演じるのが正直ちょっと怖くもなったんですよ。ただまあドリー本人は全容を知ってる子ではないから、だから純粋にこの子のに寄り添ってあげたら一番こう等身大にというかこう演じられるのかなと思って、で現場入ったんですけど、まあ、現場緊張感に包まれてるかと思いきや、あの長く続いているシリーズだけのこともあって、やっぱ皆さんすごい和気あいあいとされていて、だからすごい演じやすい空間だったから、私もこうドリーに入り込めたなっていう印象もあったし、あとは今ちょうど放送されているものだと、あのかぐや様の方でもみゆちゃんとは共演しているから、だからこの作品でも共演できることすごく嬉しかったんですけど、だからまたなんかとあるシリーズ続いていくと思うから、また何かの機会でねドリーが登場できたら嬉しいななんて思いますよ。ありがとうございます。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。ありがとうございます。ではでは、ここからはこちらのコーナーをお届けします。あの人のここが大好き。こちらは皆さんの身近にいる人や憧れの人のここが好きだなというエピソードを送ってもらうコーナーです。ということで、じゃあ読んでいこうかな。ココネームインスタントシュガーさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。私が尊敬していて好きな人は小原好美さんという女性声優さんです。私がこの方を知ったきっかけはとあるラジオ番組です。リスナーからのメールをバッサリ切るスタイルが面白く気になってインスタグラムを拝見しました。するとファンの方々の質問に答えたりと、すごくファンを大事にしている人なんだなと思ったのと同時に、とあるラジオ番組で聞いた感じとは全く違う印象を持ち、その人柄に惹かれました。この方今日は、日曜日の20時から A&G でお一人でラジオをされているのですが、このラジオの癒し効果がすごいんです。リスナーの癒しであるこのラジオは先日癒しラジオショーを、この方を知るきっかけとなったラジオは、最優秀女性ラジオ賞を受賞しました。ココちゃんも癒されたいなと思った際はぜひこのラジオを聞いてみてくださいね。へえ、知らない。インスタントシュガーさん、ありがとう。いや、なんかね、まあ、受賞式っていつ ?3 月とかでしたっけ。じゃあもう3ヶ月ぐらい経っているのか。早いね。そっか。そうですね。私は、まあ、ここになんとなく濁してくれているけど、国レイディオの方もやっていて、国レイディオの方の私を知っている方は、この人は本当二重人格なんじゃないかなっていうぐらいな風に思われると思うんですよ。声のトーンも低いしね、あっち。ただ、声を大にして言いたい。どっちも素です。その差をね、楽しみながら今後も両方聞いていただけたらと思いますよ。へえ、癒されるのか。私はリアルタイムでこのラジオを聞くと恥ずかしくなるよ。ありがとう。では、続けて読んでいきます。ラジオネーム。ゆあちゃんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ここにちは、ここにちは。私が好きな人は、魔法陣ぐるぐるのぐるぐる使い、くくりちゃんです。おぉ。くくりちゃんは、ぐるぐるという禁断魔法を使い、勇者様と旅をする天真爛漫な三つ編みおさげの妄想少女なのです。そうだね。旅に連れ出してくれた勇者様が大好きで、勇者様のことで悩んだり暴走したり笑ったり泣いたり、表情がコロコロと変わるくくりちゃんが私は小学生の頃からずっと大好きです。そんなくくりちゃんを演じているありがとう、小原好美さんも大好きです。笑2017年版、アニメ魔法陣ぐるぐるでの甘いものなんだというセリフが本当に可愛くて最高なので、リスナーの皆さんぜひ聞いてみてください。久しぶりにくくりやった、できてたかな。ひわちゃんね、ありがとう。
このメールを選んだ理由としては、まあ自分のことをこう言ってくれてるから選ぶの正直、まあさっきのインスタントシュガーさんはじめちょっと恥ずかしくはあったんですが、ぐるぐるね、最近私家で一人で見直してるんですよ。そうそうそう。なんか、初心に戻れるから。あとは純粋に物語が好きだから。そう。なんか、なんだろう。ゆあちゃんは、そのぐるぐるが、もう小学生の頃からすごく好きで。で、ま、偶然にもね、その17年版のアニメで私が演じているから私の存在も知ってくれたと思うんですよ、この方。で、私からしたら、ぐるぐるは、こう、アニメの世界に入って間もない私を成長させてくれたキャラクターであるから、くくりっていうキャラクターは、キャラクターってかもうくくりちゃん自体が自分の中で特別な子の一人になっているのね。だから、あ、わかるよと思ってこのメールを選びました。なんか、くくりと、まあ、あとは、もう一作品ね、月が綺麗なあかねちゃんとかもそうだけど、本当に声の仕事を始めたばかりの時に取り組んだ作品とか参加させていただいた作品だから、なんか、お芝居で悩んだ時とか、なんかもうちょっとこう、頑張れるな、初心に戻ろうっていう風に思った時は見返す、すごいそんな素敵な作品ですね。ありがとう。ではでは続けて読んでいきます。ラジオネーム日単語ブーストさんからいただきました。ありがとう。ココちゃんこんばんは。こんばんは、僕には中学生の頃から親友がいるのですが、その親友がかっこいい上に優しくて僕は本当に大好きです。ちょっとやんちゃな面もありますが、根は本当に優しく、誰かのためにすぐに行動できる人で、出会った当時、人間関係のトラブルから、世界が真っ暗に見えていた僕の心を救ってくれただけでなく、クラスの中にも僕の居場所を作ってくれました。そんな親友でもあり、恩人でもある彼のような人になるのが僕の夢です。なるほど。こういう人に出会えるっていうのは、まあなかなかね、ないだろうから、で、この方ね、日単語ブーストさんは、ま、何があったかわかんないけど、そのもう周りが真っ暗に見えていたっていうぐらいだから、相当何かあったと思うけど、そこから救ってくれるって、学生の頃だとね、学生の頃、だから10代の頃にそういうのを味わうからこそ、20代とか30代になってくると、その人がすごく特別な存在によりなる。よね。なんか大人になってからこういう出会いっていうのは正直なかなかないだろうからさ。私もなんだろうな、真っ暗闇から救ってくれたっていう話とはまたちょっと別だけど、私も学生時代に、あのね、漫画みたいな話が一つあって、背がね、170センチ以上あって、ショートカットでスラッとした、なんかもうモデル体型っぽい感じの綺麗な女の子がいたの。で、普通に驚愕だったんだけど、女の子からすごくモテたのよ、その女の子。だけど、私のことをすごく好いてくれてて、で、クラスも、うん、一緒だったの。何年生の時だったかちょっと忘れちゃったけど。そうそうそう。で、その時に、すごい雨が降ってた時があって、あ、やばい、どうしよう。でも、気傘なんかないしな、とかって思ってたら、その子がスッて来て、コロミ傘ないの?って言われたから、あ、今日ね、忘れちゃったんだって言ったら、んじゃあこれ持ってきなって言われて、え、だって傘は?って言ったら、カバンの中にもう一個、今持ってるカバンの中に折りたためあるから平気、じゃねって言って走って行ったの、その子。で、ってなりながら、でも走って帰ってちゃったから、ありがとうと思いながらその傘を持って、刺してその日帰ったのね。でも後日、周りの子が、から聞いたんだけど、その子は傘持ってなくて、駅まで走ってったらしいの。濡れたまま。だから、惚れる!と思って、なんか自分の中でなんか違う世界が開きそうになった。っていうぐらい、すごい素敵な出会いがありました。なんかね、すごいときめいたな。ちょっと今思い出してキュンキュンしていますよ。はい。ということで、皆さんからのね、
この人のここが好きとか、これが好きっていう話聞くと、私もなんか当時10代とかね、なんか思い出して、なんか私も好きだったななんて思い出に浸れて、非常に温かい気持ちになりました。ありがとうございます。ということで、引き続き皆さんからの大好きな人のエピソードお待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通歌、何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は、郵便番号、住所、本名を忘れずに書いてきてくださいね。ということで、今回のステッカーなんですけれども、めでたいね、メールを送ってくださった、ご報告をくださった、ココネームおたおたあくさんにプレゼントしたいと思います。まあめでたい、ララちゃん。また少しずつって言ってもちっちゃい子だから成長はすごい早いんでしょうけど、またね、報告お待ちしておりますよ。そしておたおたあくさん、すいません、郵便番号と住所とお名前を後日で構いませんので、番組の方にメールをいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、今回は60回目ということで、なんか記念すべきこの回に、なんかめでたいメール読めてすごい嬉しかったですね。そしてまあ自分のことで、ちょっとなんかお恥ずかしいんですが、6月は私のお誕生月でもあるので、なんか特別企画をね、スタッフさんがいろいろ練ってくださっているそうなんですよ。なのでぜひそれについて皆さんにこう募集を、お便りをいただきたいということなので、ツイッターをぜひ拝見してみてください。私まだわからないからちょっとドキドキしているよ。はい、ということで、今週の一言なんですけれども、ラジオネーム暴食の罪藤原さんからいただきました。6月は牛乳月間なので、これを読んでくださいということです。じゃあこれを聞いたらみんな即牛乳を飲むように。はい、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバーイ。6月は牛乳月間だよ。牛乳をたくさん飲んで強い体を作るもん。牛なんだ。